はい、こんにちは。カズボウです。妖怪釣り続きやっていこうと思います。今回はですね、まあいろいろね、まあ S ランクヒーロー妖怪とかね、まあ倒して仲間に入れて回ってるんですけど、まあね、いろんな妖怪を入れることがね、できそうなので、またね、攻略していきたいと思います。なのでね、まあとりあえずね、入った妖怪とかも紹介したいので、まあね、なかなかやっぱ入りませんね。回復妖怪とかもね、欲しいんですけど。なので、まあそちらから行きたいと思います。はい、1週間ぐらい戦ってやっとスカイシャリマンがね近づいてきたと。素晴らしい、君は強いな。私と共にヒーローにならないか。スカイシャリマンと友達になりますか。はい、スカイシャリマン、やっと来た。いいえ、長かった。あと1体だ、ここ。サキちゃんかな、左は。ふう、私の負けのようだな。もし困ったことがあれば呼んでくれ。どこからでもすぐに駆けつける。そして私が困るようなことがあれば君を頼ってもいいだろうか。もちろんだよ、友達って助け合うものでしょ。ああ、なんとも頼もしいな。これからよろしく頼む。うん。まさか妖怪ヒーローのリーダーとお友達になれちゃうなんて。カズポー君すごすぎでウィス。へへ、やったね。ウィス。モテモテ入れて正解ですね。モテモテっていうのがあるので仲間になりやすいのかな。神経験値だわ。ここに来ると君と初めて出会った時のことを思い出すな。ふう、君と友達になるとはあの時は思いもしなかったぞ。なるほど、やりましたね。まだね、あのバニーミントとオリジンは入ってないんですけどね、先にこっち入っちゃいましたね。まあアイテムで、これですね、ラストブシニアンパスというものがね、ガチャガチャで出てきたので、ラストブシナンと決闘ができるパスとね、ウォルナービレッジ、屋根の上で待つということで、今、ウォルナービレッジに来てます。というのが、前回からね、このキュービとかね、上の画面の左上のキュービとかね、真ん中の下の闇マロとかね、仲間入れました。こんな感じでね、S ランクの、まあ、妖怪をね、集めてるんですけど、まあね、ちょこちょこイベントやっていてね、まあガチャガチャやって、またそれも揃えようかなと思ったんですけど、お、山田がいる。屋根の上で待つということなので、まあ、屋根の上に行こうと思います。例えばね、このアンドロイド山田もね、入りましたね、何気にね。なので、まあ、持ってるから、とりあえずいいんですけど、屋根の上で待つ。お、あれか、下になんか妖怪のシルエットがある。あ、あれだ、いました。なので、あそこまでね、ヘリコプターで行かなくちゃないでしょうから、これか。おそらく戦えて仲間になるチャンスがあるんじゃないかなと思うんですよね。ということでね、あわよくば仲間になればいいかなと思います。起きた、ラストブシニャン。それがしの名はラストブシニャン。 USA 生まれ、 USA 育ち、生粋の USA 猫妖怪。しかしジャポンに渡り侍になったでござる。そして今それがしは新たなる主君を探している身。ユウが次の主君にふさわしいか見極めさせてもらうぞ。のラストブシニャンパスを渡してバトルする。バトルの前で日記を記録します。はい、それがしの侍魂しかと見るでござる。いざ尋常に勝負ということでね、これも入るか入らないか分かんないパターンかな。なので、一回戦闘はね、まあ、一通りやってみようと思うんですけどね。まあ、いきなりブラスター撃てる感じなので。
勇ましで当たればいいんですけどね。あ、そんなに早くない。お、友達モード。えい。えい。これかな？えい。案外、うまいもんでしょ？ダメかな？そう言ってると外れる。当たれ！よし、マックス。これ何が好きなんだろう？あ、強いな。天ぷらが好きなんだ。天ぷらだったらね、結構いいの持ってますよ。天ぷら。極上天ぷら。これあげてみよう。関係ないのかな？痛いでござる。キュービがやばいな。一撃でやられるな、このままだと。危ない、とりあえず溶かしましょう。そんなに強くないんでね、こっちもね。データモードなので、ごめんよ。視点同時がまずいですね。さあさあ、ブラスター。ブラスター当たればね、結構強いので。お、いいね。どうかな？よし、行きました。どうかな？入るかな？なんという腕前、それがし乾杯でござる。家臣がこのような腕では優も不安であろう。次はより良い腕を見せるでござる。またここで落ち合おうぞ。それが侍としか手合わせしない主義でござる。パス持ってないでござる。ラストブシニャンパスがないと侍とは認めないでござる。ということでね、持ってれば何回も戦える感じか。なのでね、これ入るまでやろうかなと思います。はい、続けて桜エクセレントツリーにてね、キリンが仲間になりました。倒したキリンが近づいてきた。あー、相当やった。30体ぐらい倒しましたね。キリン気に入った。キリンに守護させてくれ。キリンと友達になりますか。はいと、まあ、これがね、キリンなんで欲しかったかって言いますと、回復できるんですよね。よし、 S ランクの妖怪なのでね、まあ、今何をやってるかっていうと、まあね、上の画面なんですけど、友達確率大アップ。あのね、容器のね、粒使ってますね。そしてモテモテンがいるのでね、まあこれで仲間入れてたんですけど、まあ15分あるんでね、まあこれだけ消化したいと思います。はい、永遠あぜ道をね、7900m 走ってたらね、飛車がつく、出てきました。なのでね、戦ってみましょう。飛車がつくを近づけさせるな。どういうこと？
チャリキリリキリリ。左にずれた。ずれて何か意味あるのかな、これは。ブルブルを出て、あ、でもそんなに強くないかな。ペロン、これなんだ。ああ。前に来た。ってことは攻撃したら下がるのかな。どうやって後ろ下がるんだろう。あ、下がった下がった。ビエーンって。あ、そっか、こういう攻撃か。キミリだな。エーアーゼ道ね、5日ぐらい走ってたらね、戦いましたね。倒しちゃったね。でもきっとまだ終わらない。あいつあなたのこと大好きみたいだから。あの、君は一体。また会えたらいいわね。うふふ。これは仲間にならないのか。何回か戦うと仲間になるのかな、じゃあ。
はい、なのでね、今回は、まあね、ここで終わりたいと思います。とりあえずね、スカイシャリマンとキリンが入ったのでね、あと、ビシャガツクでしたっけ、今の。なので、またレベルを上げてね、まあ、ダルマチャレンジね、行きたいのでね、もうそろそろ優秀なメンバーも揃ってきたので、あとね、もうちょっとだけイベントがあるので、まあ、それをね、こなしてから行きたいと思います。な、それ入ってね、まあ、最終調整して、まあね、仙北、韓北さんは仲間に相変わらず入らないので、あれとかも入ればいいんですけどね。まあ、スカイシャリマン入っただけ全然マシなんですけど、まあ、このままね、続けてやっていきたいと思います。では、ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。